これは各種やってるんだけどさ、はい、伊勢谷友介ね。はい、そうですね。はい。どうなのこれ。人気は、人気はあんの、そんなに。あったというか、まあ、特殊なキャラクターですよね。なんかそういう。役者としてもね。世界観っていうかね。はい。会ったことあるやつがいるんですけど、このリバースプロジェクトっていう会社やってたみたいじゃないですか、そことちょっと取引したことがあるやつがいたんですけど、やたら男前だって言ってましたね。ああ、そうなんだ。はい、週刊文春、伊勢谷友介が狂わせた女たち、広末とかですね、はい、それから森、なんていうんですか、森光ね。はい、あの森花江さんの孫、森星って書いてある、星って書いてある、森光だな、はい、それから森、それから長澤まさみとかね、はい、俺長澤まさみのファンなんだのに困るね困るっていうか、もう別れてるんで大丈夫じゃないですかいや、ファンというかさ、はい、女優としてはいい女優だなと思ってるんで、はいはい、別にファンでもないんだけど、はい、もう別れましたから大丈夫じゃないですか。大麻の関連で安倍昭恵さんまで出てきましたね。で書かれてますよね、はい、週刊文春の字悪くね、はい。で、役者ですか、この人は。役者ですね。メインとしては役者ですね、うん、役者としてはいいの。役者としてはいいとは思いますけどね。こういうなんかスマートというか、うん、雰囲気はあるなとは思ってましたけど、やっぱ前からずっとこういう DV 的なのとか、なんかそうらしいね、モデルガンで彼女を撃つとかっていうのはずっと、うん、出てましたよね、はい。で、気候が多いっていうのがあったんで、その人気モデルはですね、はい、一時期は伊勢谷との結婚を本気で考えてたんだけど、親にも紹介してたんだけど、殴る受ける腕を掴むといった暴力を振られ、ついには逃げ惑う彼女を的に見立ててエアガンで撃つという異常な行為にエスカレート。 A は当時すっかり怯え切っていました。 A さんは一度スイッチが入ると手がつけられなくなるのが怖くてたまらない、うん、で、長澤のマネージャーは周囲にあいつだけは許さないと言ってるって言ってたっていう、はい、まあね、うん、吉川ひなのとか木村佳乃とか、はい、もうやりたい放題やってたというですね、うん、ドラマも、うん、個人事務所にしてるんですよね。ああそうなんだ。彼の伊勢谷さんの、うんうん、個人芸能事務所みたいに独立してやってるんで、うんうんうん、それでドラマが結局このキャンセルっていうか取り直しすると、うんうん、伊勢谷に請求すると、ね、うん、そうすると彼が自己破産しちゃうと、うん、もう取れないっていうのが、大手事務所だったら10億とかお金払って伊勢谷が戻ってきたら払えよってできるんですけど、個人事務所だとそれの建て替えもできないから、破産されるんで、だから今回そのまま放送したするっていうか、まあ、映画もお蔵入りにならないで、うん、差し替えもしないでな差し替えにするとお金かかるからスルーしたじゃないかっていうか、はい、そんな風な感じ。だから作品、今までも作品が何かあると、うん、取り返すの、ね、取り直しするのかとかって話題になったじゃないですか。だから今回さすがにそのままやるしかないみたいな、はい、伊勢谷が、ね、これそのまま飛んじゃったら、うん、取れないですからね、うん、あとはね、金はどうですか。金はどこまで値上がりするか。あ、はいはいはい、上がってますよね。金今上がってるんですよね、はい、ずっと来てますよ、うん、はい、だこういう雑誌で金がって言ってる時点でだいぶ天井に近いなっていう感じが。そう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 、普段やらないじゃないですか。和田君金買ってるんですか。金は僕は金鉱株を、うん、あ、金鉱株すごい、ね、2年ぐらい前から買ったんですよ。金鉱出て、そうです、アフリカの金、いや、アメリカで上場してる株で、アフリカじゃないです、はい、カナダの会社とかですけど、うん、はい、だから金を買っても金ってまあ配当も出ないじゃないですか、うん、なのででパッと売るときも売りやすいんで、そうなんだよね、株の方が僕はいいなって思ってるんで、金が上がると思ったら金鉱株を買うようにしてる、はい、そうなのか、はい、でも本当に上がってますからね。そうなんだよね、はい、40年ぶりに国内最高6513円、はい、グラムあたりな、はい、花田さんとか持ってるんですか。いや持ってるわけないじゃないですか
小森さんとか延べ棒持ってんじゃないですか持ってんじゃないですか現物、はい、いやでも今もうちょっと上がるとも書いてあるんだけど、はい、危ないとも書いてあるし、はい、素人が手を出さない方がいいなっていう感じだねこれを読むとな、はい、まあ確かにこれはもう全然金が取れないというような話は書いてますよね、はい、まあ、結局世界が米中がぶつかる可能性が出てきたっていうことと、今のあの経済がどっちに行くか分からないっていうのもあるんで、ドルが危ないっていう話もあるとしたら、それだけ金にしておいいわけだな、ということなんですよね、はい、そうなのかね、はい、そうなのかねって、そうなんだろうね、そうなんですよ、はい、あとあのニューズウィークは、はい、あの米中新冷戦っていう大特集を組んでるんですけど、はい、これはどっちかというとやっぱトランプ批判だから、そうですね、その、はい、中国は、うん、そんなにあのなんていうか、ひどいことはしてこないというぐらいの論調が多いんですよ、うん、中国は共産主義革命を世界中で推し進めるとしてはいないし、ロシアとソ連、旧ソ連と違って、うん、中国が既存の国家の転覆を図っている証拠もどこにもないとかね、うん、西側世界の世論や政治外交に影響を与えようと中国がさまざまな形の工作を行っているのは事実だし、これには対抗措置を取るべきだ。だが中国の工作の目的はあくまでも西側諸国の対中政策に影響を与えることで国家転覆ではないとかね、これちょっと甘いですね。甘いんだよ。甘いです。全体中国に対して、はい、すごい甘い論調なんですよ、はい、中国は資本主義的な貿易国家であり、国際的な資本主義システムに依存している。したがって一定のルールに基づく国際秩序の安定を必要としていると。中国はインド洋の進出も少なくとも現時点では近隣諸国の港湾設備という商業的な性格にとどまっていると、ジプチの補給基地は例外だが、中国海軍のプレゼンスもアメリカに比べれば取るに足らないものだ。何よりも中国は中東でアメリカのつまずきを利用していないとかね。いやいやいや、うん、すごく甘いんですね。甘いですね。この言う通り、はい、だからこれはまあなんかどっちかというとその、トランプを批判ですからね、ニューズウィークは、うん、そういうこういう方向で言ってるんでしょうね、うん、甘いんですよ全然、はい、こういうのはいけないんですよ。そうなんだよね、はい、まあ、日本のテレビもね、うん、こういうの多いですから、うん、あの中国はそんな悪くないっていうのは、うんうん、